皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それではカウントダウンの後始まります。スタートです。お、いきなりオープニングですね。Do It Yourself の11話ですね。なんかタイトルが Do It Yourself になってたから最終回なのかなって思ったけど、なんか違うみたいですね。多分公式のツイッターを見る限り、なんかやっぱり来週がね、次が最終回っぽいですね。なんか最終回でね、タイトル回収することが多いから、あれ?と思ったけど、やっぱり、まだだったんですね。やっとね、プリンちゃんがね、一緒に作ることになりましたよね。ここに来てかーって結構引っ張ったね。やっと着手するのかな?ツリーハウス作りね、本格的にね。材料も集まったし。オープニング終わりました。DIY って、Do It Yourself? うん。まだ素直にならない?バラしちゃったー。ナイスアシスト。うん。全部話しちゃったね。どうしたの、たくみ。今まで縁の下でね、支えててくれたからね。あ、エプロン?それ取りに行ったのね、さっき。よかったー。受け取ってくれたー。おー、いいじゃない。やっぱ黒が似合うよね。ほどけてる?危ないよ、それ、ね、引っかかったりとかしたら。木札も書いて。うん。うん。そっか、すり手だから、すりデッチなのね。今さら私?
なんか 3D プリンターを使うから、なんか 3D チなのかと思ってた。そうなんだよね。外部部品だけどね。なんかちょっとね、もう半分 V みたいなものだったけどね。ニンニンって。みんなできないからね。勘違いしないでね、ジョブコ。どうした？そこでポソッと言うんだ。プリンちゃんらしいね。よかったね。カレーラーメン、ラーメン？なんか天然だよね。お母さんも天然な感じするし。カレーラーメンって美味しいかな？でも、カップヌードルであるか。そうだよね。カレー味あるか。もう何でも合うっちゃ合うよね。みんなそれぞれね。れね。何今、クラゲの どうした？嬉しかったのかな？ おお、さすがにでかいね。人の名前っぽいよね、確かにね。大変だね、打ち込むの。ビーム？なんかみんな違うビーム考えてるよね。なるほどね。ほうほうほう。どうやって打ち込むの？なるほど。土台にね。それだよね。先輩方？お父さんね。パパッチとママッチ。わあ、本格的。そうだよね。じゃないと危ないよね。社長呼びなんだね。木にかけて、だよね。ちょっとロッククライミングみたいな感じで。
それ便利だな。ああ、そういうふうに開けるんだ。いや、木を削るってね、やっぱりちょっと本格的な機械じゃないと危ないもんね。野生児。得意そうだな。そうだよね。木だからね。雨とかも降るしね。慣れるだろうね。向いてそう。はめ込むの？わわわ。これは力使うわ。締めなきゃいけないもんね。針を？でもこれさ、あれだよね。階段とかもつけないといけないんだよね。じゃないと、登れないってか入れないよね。侍？ああ、そうか、水平に保たないといけないもんね。ああ、なんか、あるよね。こう、水平になってるかどうか見る測定器みたいなね。危ないよね。でも乗せるだけじゃなくて、その後固定もするんでしょ？ちゃんと合ってるね。さすが。ある意味家族総出でやってるようなもんだね。ちょっとずつ作っていくんだね。ドールハウス作ってる？ポチ？これ。B パートですね。私こういうの曲がるんだよね。あれーってなるんだよな。緻密な、苦手なんだよな。私も、セルフのことを人のこと言えないぐらい、不器用さんだからな。ああ、そういう感じで、縦に置くんだね。すっごいドローン飛んでるよね。お疲れ。疲れるよね。授業の後に。え、ここのうちとさ、プリンちゃんのうち、お父さん出てこないよね。で、あ、そして板を乗っけんのか。おー、なるほど。それ階段かな？おー。土台が。あ、やっぱり階段作ったんだね。これ、あれだよね、高所恐怖症な人のは、あの高さでもダメだろうね。地味に高いよね。それと一緒にスコンブ食べんの？ほんと好きだね、スコンブ。
これ手作りじゃないよね。あ、入ってるもの違うんだ。わあ、美味しそうだな。なんかこの作品見るとさ、そう、なんかフルーツが入ってるサンドイッチ美味しそうだなって。お腹すくんだよね。あれ気に入ったんだ。ああ、ジョブコ食べれなかったんだね。そっかそっか。大丈夫、ちゃんと焼けてれば大丈夫だよな。家でもなんかやってる？あ、そっか、木材切ってもらってるのか。すごい協力してくれてるね。まあ、なりわいにしてるからね。あ、プレート？そうだよね、これ作業工程の順番もね。また授業中寝てんじゃないの？ 寝てる寝てる。いや、疲れるよね。毎日でしょ、ほぼ。手すり？わあ。ああ、結構細かい作業もしてるんだね。飾り付けの部分？夏休みまでに作るって言ってたっけ？なんか普通なんか逆な感じするよね。夏休みに作るっていう感じするけど。ジョブ子がいなくなっちゃうんだっけ？あの板取ってあるんだね。え、組み込むの？あれ。何かに。なんかこの前作ったミートの小屋のなんか大きい版みたいな感じするね、この形といい。そっか、だからか、あれをちょっと、事前に作ったのって。あー、ステンドグラスなんだね。いや、いいね。おしゃれー。あ、そっか。外部部員の分、二人、必要なんだ。あ、でも、ジョブコもいないか、そっか。なんか、わかる気はするな、それ。作ってる間も楽しいしね。ずっと続けばいいみたいなね。ましてやあんな大掛かりなね。そこでちょっとツンが入るの。
クーってしたまんま な、素直になるのが照れくさいのかな？恥ずかしいんだよね でも嬉しいんだよね。よかったね。一緒にできて。セルフが誘ってくれて。あれ？板が？ああ、なんか、やっぱりあの板使うんじゃない？思い出の板。計算してたんじゃないの？扱いそうだね。あのベンチのをね、するつもりだった板。思い出の板。立てかけてあったもんね、部室に。にゃー！小屋を？ちょっと剥がすの？大丈夫か？いや。壊してない、大丈夫？ああ このキツツキは本物なの？ね。あっちの部室のね、小屋の分はね、後でまたこう、直せばいいもんね。いつかね。お、もうでもだいぶ組み上がってんね。エンディング入りました。そこあと屋根の部分となんか飾り付けの部分なのかな。そっかそっか。ずっと猫ちゃんの名前何だったっけって思ったんだけど、タマだったんだね。前回なんかね、プリンちゃんがね、言ってましたね。見返しててね、気づきました。そうだよね。豚ちゃんがミートで、ワンコがポチで、猫がタマだもんね。ストレートなんだよね。そうだよね。変にひねった名前にしてないところがセルフらしいよね。まっすぐって感じでね。なんか、すごいほっこりあったかいからさ、ずっと見てたいね、このアニメね。次回、終わっちゃうのかな？終わっちゃうよね。この作品予告なかったっけ？エンディング終わりました。次回、DIY ってどんな時もいつまでも友情。はい。Do it yourself 11話ですね。終わりました。ついにツリーハウス着工しましたね。いやー、面白いですね。こういう風に作られていくんだっていうのが。今回下の部分ね。土台の部分はね、結構丁寧に見せてくれましたよね。面白いし、勉強になるっていうか、こういう風に作られるんだっていうのがね。あんまりそういうのって知らなかったりするよね。てか全然知らないよね。なんか建物とか見てもさ、なんか、なんて言うんだろう。どうやって作るんだろうまで考えが及ばないじゃないけど、そこまで考えてないっていうかさ、考えてみればよくあるそういう建物とかでも、
多分こういう風に作られてるんだみたいな裏側見たら面白いんでしょうね。特にね、ツリーハウスなんてね、なかなかお目にかかれないというかね、近くにないもんね。じっくり見る機会なんてないよね。なんか木がさ、なんて言うんだろう、こう土台の部分がちゃんとこう木の根っこの部分がこう開けてないとダメっていうかさ、それだけのスペースがちゃんと開けられてないと作れないですよね、ツリーハウスってね。だからどうなんだろう、それ用に木ってこう育成できないでしょ。どうするんだろうね。やっぱり自然を生かして作るのかな。たまに海外の映画とかで出てきたりとかするけど、なんか作れそうな木があるから作るって感じなのかな、ツリーハウスって。なんか近くにそういうのないからね、なんか実際どんな感じなのか見てみたいなって思っちゃいましたね。あと全然関係ない話なんですけど、プリンちゃんの名字ってスリデなんですね。なんかすごい今更なんですけどね、だからスリデッチって言ってたんだね。なんか3D プリンターを使うのが好きだとか、よく使ってるからっていう意味で 3D から来て 3Dッチなのかと思ってたんだけど普通に名前だったんだね。この作品なんか名字がね書かれてなくて、キャスト表にエンディングのね、普通にセルフとかプリンしか書いてなかったから気づきませんでした。なんかすごい今更なんですけどね。いやー、やっとプリンちゃんがほんと仲間に加わってくれて、なんか私まで嬉しくなってきちゃいました。やっとかーって結構ね引きずったよね。でも素直になってくれてよかったですね、ほんとね。なんかセルフと一緒にね作業できて嬉しそうでしたよね。いやー、ほんと部長のパパッチとママッチがね大々的に協力してくれてますよね。いやー、かっこよかったな。なんかクライミングみたいなねしながら、なんて言うんだろう、ハーネスっていうの、なんて言うんだろうね、あれつけてね、あんな感じで土台部分って作るんですね。いやー、確かにあれは技術がないとできないし、専門の人がやらないと無理だね。力も使うしもあるけど、あんなちょっとね、つられながらとか、つられでもないか、あれで登ったんだ、ハーネスつけてね。にしてもね、ちゃんとした技術がないとできないよね。あの工具とかもね、扱えないと無理ですもんね。そしてシーちゃんを褒められてましたね。いや、そうだよね、野生児だからね、向いてるよね。なんか屋根の部分にあの板使うのかなって最初は思ったけど、部室の小屋の至るところから持ってきた感じなのかな。まああっちはね、まあ雨漏りとかしない範囲で持っていけば後でね修復したりとかねできるからね。とりあえず今はツリーハウスを作んないといけないしね。やっぱり部室に立てかけてたさ板はさ、最後にベンチとか作るのかな。どうなんだろう、プリンちゃんが作るのか、プリンちゃんとセルフで二人で作るのか。なんか作りそうですよね、思い出のベンチ。なんかわざわざあれを使わないってことは、そしてああいう風になんか映したってことは、なんか作りそうな感じがするんだけど、どうなんだろうな。ちょっと作ってほしいなと思うけどね。じゃあ次回は最終回でツリー完成して、ジョブ子ちゃんとお別れで終わっちゃうのかな。いや、それも悲しいね、寂しくなっちゃうな。でもどっちにしても帰るんだよね。帰ったと思ったら戻ってくるみたいなないかな。なんかよくあるよね、そういうのね。短期だったけど本格的にこっちで学校行くわみたいな感じにならないかな。だったらね、また継続してね、 DIY 部にね活動できますよね。
でももし2クールとか始まるんだったら、あの新キャラは入ってくる可能性はありますよね。新入部員？もしかしたらその1年経ってみたいな感じになるかもしれないし、あ、もしかしたら1回帰ってジョブ子ちゃん1年後また来るみたいな正式にみたいな感じになったりしないかな。まあどっちにしろね、多分きっと部員は増えるんでしょうね。まあ増えてくれないと困るよね、部の存続とかもあるしね。なんかあと気になるのは、ツリーハウスが完成した時になんかパーティーじゃないけどね、打ち上げみたいなしたりするのかなとかはちょっと気になりますね。なんかオープニングの映像にあるような、なんかやりそうですよね。ライトつけたりとかしてましたもんね、外でね。なんかそれくらいはしそうだけどな。え、でもそれでジョブ子のお別れパーティーも兼ねてたりとかしたらね、あー、なんかやりそうな気もするけど、どうかな。帰ってもやっぱりさ、帰ってきてほしいよね。まあこのクールがどんな感じで終わるのかわかんないですけどね。まあ多分ツリーハウスは完成して一旦落ち着く感じなんでしょうね。いや、なんかそれも寂しいな。なんかそのセルフがね、完成させたいけどずっと完成しないでほしい気持ちもあるっていうのはなんかすごいわかりますよね。なんかずっとやっぱり楽しいからね、みんなでこうやって作業してたいみたいな気持ち、一つのものを作る時のね、そういう気持ちってあるよなって。なんかこう一人で作ってる時ももちろんあるかもしれないけど、それ以上にやっぱりみんなで作ってるからそういう気持ちになるよね。あ、なんか私もこのアニメをずっと見てたいなっていう気持ちがあるので、なんかこのアニメを見てるとね、すごいほっこりするからね、見てたいなって気持ちになっちゃうんですよね。まあでも次回最終回ね、どんな感じにツリーハウス完成するのか楽しみに見たいと思います。 Do it yourself11話ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは、マーブルでした。